2022年輝いた人と輝いた店、ぜひご覧ください。東京カレンダー。こんなにご褒美みたいなお仕事があっていいのかというか、美味しいお肉と美味しいお酒を飲みながら、お仕事だけでやっぱどこか僕の素が出るようなものになったんじゃないかなと。とても楽しかったですし、なんかまったりした空間で、結構根詰めて仕事を最近してたんで、ちょっと仕事だけどゆるりとできて楽しかったですね。はいはいはい、で楽しく女性に話しかけてみてください。今の最近どう、調子どう、はい、で言いながら食べ始めましょうか。それはね、花子ちゃんが悪いよ。悪いね。難しかったですね。普段役者のお仕事をしていると基本的に相手がいる中でやるお芝居なので、架空の相手だったりとかカメラを相手にっていうのはなんか不思議な感覚でした。うまくできたかわかんないですけど、でもすごい楽しく取り組めたかなと思います。地にギリギリ足がついてる背伸びをしてみようかなというか、浮いちゃうといけないと思ったんで、地に足ついてるけど一生懸命背伸びしてるのをバレないようにするっていうテーマでやりました。続きまして座って食べ出すけど、まず店員さんがこれ出してくれるところが欲しいから、じゃあ席に座って。これなんか取ってます。何回か手に取ったりとか、あとサブスクの雑誌が読めるもので読ませていただいてましたけど、僕だとまだちょっと背伸びしないと届かないような世界だなっていうイメージがあります。ちゃんとその世界に存在できたかなっていうのは写真を見て思いましたね。だから逆に僕自身勉強になったという、こういうスタンスで行けばデートで大人のお店に行けるんだなと思いました。焼肉って僕はよく大衆的なというか、本当煙がもくもくしているようなところが好きだったりもするんですけど、なんか今回とかハラミの焼いたものもあれば、たたきが出てきたり、肉寿司があったり、すき焼き風があったり、焼肉屋さんですけどいろんなお肉があって、どれもちゃんと美味しくて全部完食しちゃいたいぐらいな感じで、こういったお店に別にデートだけじゃなくても信頼できる人とか本当に仲いい人とかと一緒に来れたらいいなっていうふうに思いましたね。